みほとけチャンネル。続きまして、はい、さらなるディープなところに。そう、ここ普段非公開なんで、はい、はい、どうぞ楽しみに。じゃあどうぞこちらです。はい。こっち沢の水もね流れてて、うん、山の水が流れていて、はい、音も。もね、そうですね、このアジサイも大体300株ぐらいに6月は、はい、仙台住職が全部手植えして増やした。結構コツコツやるタイプね。コツやりますんで、御朱印も手でコツ。この上が本堂になります。江戸時代の。いい階段ですね。はい、平安時代の頃が一番広い寺寮で、はい、今の感覚でいうと一つの中学校の学区全部が普門寺の領地だったみたいな。で、江戸時代の頃になってくると何年かに一遍江戸城の方に赴いて将軍様に謁見、まあたくさんお坊さんいる中ですけどね、領地認めていただいてありがとうございますっていうような感じで、していたので、なので普門寺今でも徳川家康公からの文書だったり徳川家の文書も残ってますよということで、はい、歴史あるお寺ですわ。ここは本堂、はい、ね、本堂です。わあ、なんかやっとたどり着いたこの救いの場所って感じですね。そう、ここが本堂で、はい、これも江戸時代ですね。はい、元禄6年、江戸時代、1693年、生きが1693年、はい、江戸時代です、作られたということで、ご本堂様、観音様をお祭りしています。周りが近代的なものが見えない分、一つタイムスリップしたような感覚ですね。そう、本当ね、山のに囲まれてるから静かでいいと思います。今は超絶リラックス、ね、リラックス。大杉を見て、そう、こっちが大杉、はい、この大杉すごいですね、はい、幹の太さももちろんのこと、うん、上に伸びる枝葉の、こんな枝が太い杉見たことないです。私、そう、高さがだいたい30メートル、はい、ほー、はい、ジブリに出てきそうだな。あ、そうそうそう、地元の小学生が昔来た時には根っこのところでみんなで手つないで何人で合わせれるかなーなんていうようなことで、あー、いい小学生ダンスやりたいな。私もやりましたよ、はい、小学校の時からもうすでに大杉だった、ね、そうそう、もうすでに大杉、ずっと大杉なんですよね。まあ、樹齢450年ってことですね。450年か、はい、木の枝も枯れたりっていうのがあったので、まあ、数年前にちょっと枯れ枝をちょっと下ろさせていただいて、でその枝を使って、まあ、念珠玉を作って、まあ、仙台住職の念珠を作って、まあ、授与させていただいてるということで、いや、いいですね。はい、じゃあ、はい、行きましょうかね。はい、お願いします。じゃあ、お靴脱いでいただいて、特別に失礼いたします。はい、はい、ということで本堂に上げさせていただきました。もう本尊様の目の前にドドンとお願いします。はい、今こちらの方はお前立ちということで、はい、今日は文字のご本尊様、厄除け観音として信仰されているご本尊様のお姿を、普段は年に1回のご開帳なんですけれども、はい、コロナ禍の影響で、そのご開帳中止というふうにさせていただいたので、一般の方にはここ2年をちょっとご開帳でお参りはしてもらえなかったというような状況でございます。はい、まあ、青もみじ祭りでご開帳されるものを今回特別に、はい、開けさせていただきたいと思います。ありがとうございます。では早速普門寺の、ご本尊様、聖観音菩薩様の、はい、お姿、ぜひともお参りください、はい。こちらが観音様ということで、普門寺のご本尊様です。はい、まあ、平安時代の作とは言われるんですけれども、この表面のところの、今私たちが見ている、正面のところは戦国時代の修復だというふうに言われております。まあ、それでも平安時代の頃からずっと普門寺を見守り続けてくださっている、仏様になります。でも小さくて少女のような、まあ、仏様、男性女性ってあんまりいないですけども、まあ、少女のような、まあ、子供のような可愛らしい手で、見守ってくださってますね。そうですね。で、足元のところがちょっと黒く焦げているんですけれども、はいはいはい、稲の調査の中で横から見てみると、胸と背中の間が非常に細くなっていると。
うん、でどんどんそれが足の方に行くにつれて細くなっているということで、戦国時代の合戦に巻き込まれて火災の損傷を受けたのかなと。でその火災の箇所を削っていって、まあ、お顔だったり衣だったり足を作り出したのではないかということで、まあ、黒く焦げているのはその後ではないかと。はあ、じゃあいろいろなこう歴史が蓄積されて修復して修復して今このお姿になっている。はい。わあ、なんて尊い。でそれを長きにわたってこの皆様の願いを受け止め続けてくださっている仏様、はい、開運脈輪の家内安全交通安全と。はい、っていうのが観音様をお参りするとこういうご利益がありますよなんて書いてあるお経が、観音経の不問本っていう、観音経の中の不問本っていう、はいはいはい、はい、私言えます、妙法蓮華経観世音菩薩不問本第25。そう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 、それが観音様の功徳が説かれているところですね、はいはいはい、観音様をお参りするとこういういろんな功徳がありますよというふうに説かれているんですけども、はい、まさに不問、このあまねく門っていうのは、観音様のお心そのものだと、観音様はいつも心の門を開いていろんな人の願いを聞き入れてくれるよというところなんですけども、はい、まさにその観音様の、まあ、ご加護をいただける場所ということで不問寺と名前がお寺の名前についているというところですね。で観音様がおられるお浄土というのは穂堕浄土という、うん、まあ海の彼方にある穂堕山という山がある島ですよというふうに言われてるんですけども、まあ、観音様のお浄土に行くために船に乗っていかないといけれないよということで、先ほどの不問寺の裏山、船形山、まさにその観音様の浄土に乗っていく船、そして山登って回ると太平洋を見渡すことができますので、海の彼方の観音様のお浄土を持って、ここに観音様のお寺を作られたのかなっていうこともちょっと歴史のロマンで想像することができますね、うん、できますね、はい、そっか、地形がまさにここが観音様がいるにふさわしい場所だなっていうのがあるんですね、うん、なるほど、じゃあ本当仏教の経典に描かれているその世界観がここに再現されてる、うん、そう、素晴らしい、さすが御仏さん、話が早い、よく分かってくれてる。そうです、はい、私はそういうのが好きで仏教をやっています。はい、こういう話大好きです、はい、すごいね、よくじゃあこういう場所がもうなるべくしてなった、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。いやありがとうございます。皆様ぜひ目に留めておいてくださいませ。ありがとうございます。はい、さあこちらただいま収蔵庫の前にやってきました。はい、立派ですね。はい、こちらが昭和45年に作られた収蔵庫で、はい、豊橋市内の中では一番大きく一番最初に作られたのがこの収蔵庫でございます。多い時ですとモミジの時期4日間、土日開けてるんですけども、1日1000人ぐらいは中に入られてたっていうところもあるんですけども、今は中止という形で、まあ、ご開帳の日取り等はまたホームページでご案内しております。では早速扉開かせていただきたいと思います。はい、お願いします。特別公開です。じゃあ開けます。はい、こちらが収蔵庫でございます。すごい空間です。もう仏様は密です。あ、そうですね、仏様は密、はい、はい、すごいずらりとこの表情の皆様で、まず向かって左側、こちらの仏様が伝釈迦如来坐像ということで、はい、まあ、お釈迦様として伝わっていますよと、まあ、かつてはお薬師様、薬師如来様だったんじゃないかというふうに言われている仏様でございます。はい、作られたのは平安時代後期というふうに言われておりまして、台座、座っている台座も八角もかけ座ということで、八角形の台座に来ている衣が垂れ下がっている、これも非常に特徴的な特徴的お姿でございます。そうなんです、珍しいんですよ。こうお釈迦様、うん、仏様っていわゆる台座っていうのに選ばれるのは蓮の花が多いですね、はい、ですがこの方は八角形の布のかかった台って、そう、珍しいです。でこれね、また先ほど蓮華座って話があったんですけど、はい、見えないんですけど、はい、この人は蓮華座なんですよ。え、そうなんですか。そう、え、八角形のじゃあ花びらってなって、八角形あってそこに、まあ、花びらが出ているということで、まあ、枚数は数えてないですけども、文化財なので近くまで行けないですけど、修復の時なんかに下から覗いてみると、はい、ちゃんとこの台座のとこにも蓮の花があって、まあ、見えないですけどね、はいはい、見えないですけど、一応そういう風にちゃんと見えないところまでこだわっていると。わあ、すごい話ですね。ありがとうございます。なかなか知らない、はい、芸が細かく知らない話なってます。へえ、お釈迦様、私この方は肩幅がいいんですね。
って思いました。肩がグッと広がって、はい、ウエストがキュッと締まって、お尻のところがまたグッと広がってるっていう、はい、そういうプロポーションは結構体のボディラインを意識されて作られたかなと思います。もうたってもそれが私はグッときまして、グッときた。このお体に対する安心感といいますか、この胸をドーンと預けて横になりたいぐらいの、はい、すいませんそんなこと言ってしまったことですもあれですけども、心的にはなんとなくこの近さを感じる、うん、やっぱりそれ仏さんのご利益のところかもしれないです、うん、まあ今お釈迦様なんですけど、もともとお薬師さんとしてまあお祭りされていたんじゃないか、まあ、それほぼ確実な形であるんですけども、お薬師さんというとまあ病気だとか病気平癒、あと今こういう疫病の時には疫病を鎮めてほしいと、結構現実的にお願いする機会が多いのはこっちのお薬師さんの方かなと思うんですけど、やっぱり軽やかな感じよりかどっしりとしていてくれた方が、そのお願い事を聞いてくれるんじゃないかっていう感じがあるので、やっぱりそういう仏様のご利益っていうところでも仏師さんちょっと意識して、こっちの方をちょっとどっしり作って、阿弥陀様の方はちょっとどちらかというと軽やかな感じで作られたのかななんていうこともちょっとねお話をしてたこともあるんですけども、まさにその膝に頭を乗っけて眠りたいみたいな、まあ文化財とか無理なんだけどね、文化財のねお触りはできないですけども、そういう雰囲気も、はい、まあ、結構感じてもらえるといいのかなというふうに思いますね。現実的だからこそ、うん、釈迦様とほとんど同じ大きさで、はい、こちらですね、こちらが阿弥陀様でございます、はい、阿弥陀様というと西の彼方の極楽浄土にあるよということで、私たちお葬式するときには、うん、あの亡くなった方の霊魂をお迎えに来ていただくのがこの阿弥陀様、はい、まあ、死後の世界、幸せのところ行きたいよということで、結構日本では人気の仏様ですね。で、台座も同じく八角もかけずで、つくやかな平安の終わり頃だというふうに言われております。うん、あとこれはもうみほとけさんの仏像ものまででも採用いただいた、はい、はい、させていただきました、ね、私がやっぱりこのものまねさせていただくのにいいなと思ったのが、ね、やっぱりお顔ですよ。もうなんと言ってもふくよかな、ふくよかなお顔で、この肩周りは意外と華奢ですっきりしているんですけど、お顔のこの特徴がドーンといらっしゃるっていうのが、もうなんとも胸に残って、この姿が、うん、わぐっとくると思いまして、モノマネしました。結構あれですよね、仏さん見る角度にもよって、ね、はい、あのいろんな表情があるので、結構仏様ふっくらと、はい、唇も厚くっていう形で、結構特徴的なお顔かなというふうにも思います。はい。で、お顔は立ってみると、結構お顔大きく作られてるなと思うんですけども、やっぱり人間は下から拝みますから。そう、座ってね、はい、あの、こうやって座ってもらうと、はい、まあ、またお顔の顎のラインもね、全然変わってくるんですけど、やっぱ一個、水かきかな、うん、はい、水かきって言って、まあ、人間だとここただの何にもない、普通のこの指ですけど、皆様のここがやたら水かきが多いんですよね。そうですね、仏様っていうのは私たちの人間、まあ、この体とは違う、まあ、32個のいろんな体の身体的な特徴があるんですよっていう話の中で、まあ、手に水かきがあると、もう私たちの手には水かきないですけれども、仏様に水かきがついてるよと、で私たちが手で水すくうと水ジャーってこぼれちゃいますけども、水かきがあれば、まあ、多くの水をすくうことができると、一人でも多くの衆生を救いたいよっていう思いがここに出ているというふうに言われていますね。こちらの皆様だとそれが本当によくわかる。そう、そこを誇張してるのかわかんないですけども、うん、あのちょっとマス目模様で、人の指紋というか、はい、皮膚の質感を出しているというところが面白いですね。ね、出てて、ここ面白いですよ。結構こういうの珍しいっていう、ね。珍しいです。本当に珍しい。続きまして、はい、四天王様です。はい、四天王ですね。はい。まあ、両側で躍動をしているという、はい、まあ、この四天王という仏様は東西南北4つの方向を守護している仏様ということですね。このお堂の中を最強に守ってるっていうのはね。そう、まあ、本来は仏様をお祭りする段から四隅にお祭りするそういうものが本来なんですけども、ここは建物の都合上入って一直線に並んでるっていうところですね。実際に造高が170センチから178センチということで、御仏さん身長いくつですか？私166なので、じゃあ御仏さんよりもちょっと私もよりも大きいお像ですね。そうですね。で、一番右ですね、御仏さん側が地獄天、東を守っています。いや、東の地獄で、いやーていっと、シュッってやった時の、そう、この一瞬を聞いたところね、これいいですね。はい、地獄天、地獄天で、はい、その隣が南を守りする増長天、増長天はこう、こうですね。そう、で、顔をガッと口を開いたんですね。で、まあ、奥の方行ってもらって、手前が西をお守りする紅木天と、はい、一番奥が北をお守りする多聞天と、ここですね、はい、
ということでございます。やっぱこの顔の筋肉隆々ゴツゴツの怖さっていうのがいいですね。もう怒られたいそして邪気もいいですね。そう、邪気足元の鬼ですね、はい、天皇に踏まれてる悪い鬼という形なんですけども、はい、中彫りという、うん、まあ、削った時の荒々しさをあえて残す技法で、うん、作られているのが不毛の邪気の像ですね。珍しい。お顔の雰囲気も違いますね、はい、いや、いいですよ。このね、上の天皇像がリアリティがあって躍動的で、一方邪気は中彫りなのもありますけど、アニメチックアニメチックというか、そこのコントラストが面白いんですよね。そうそうそう、結構自由ですね。自由です。でも邪気も踏まれながらね、自分も耐えてるんでしょうね。こうビーンといろんなところが、そうそう、いろんなポーズ撮ってるっていうのも結構注目かなっていうのは思います。あとは躍動感ですね。やっぱり袖の躍動感だったりとか立ち姿とか、はい、そういったところもご注目いただきますと、この作られた平安から鎌倉、その2つの時代の作風を見ていただくことができるかなというふうに思います。ありがとうございます、はい、もうかっこいい。続きまして不動明像でございます、はい、お不動様です、はい、お不動様というと怒った顔憤怒の表情ということで、まあ、怒ってでも正しい方向を導いてくれるという仏様なんですけども、その憤怒の表情にもちょっと可愛らしさがあるというか、そういうのが不毛寺の お不動様かなと、うん、結構パーツが中心にギュッと寄っているところも可愛いかと思います。可愛らしい。ファンになる方が結構多いんですけれども、いろんな球体がポコポコとこう採用されている丸めなデザインで愛らしいというか、まあもう、うん、で、あのこの仏様も結構特徴的なプロポーションで、はい、はい、怒り方めっちゃこう角張ってて、腰もこっちにこう、こんな感じで、こんな感じで腰をキュッとひねったプロポーションっていうのが、うん、まあ、特徴的かなというふうに思います。目がグッとウィンクしてる感じ、はい、の目は一体どうなってるんですか。はい、天地眼と言いまして、はい、右目を開いて左目を閉じているというような感じですよね、うん、でこれ平安時代のお不動様に多い特徴の目の開き方なんですけれども、まあ、まさにそういった作りのところからも、うん、平安時代の仏様というところの特徴も出ているというものになります。御仏さんの地元でもゆかりのある源頼朝公、はいはい、頼朝公と等身大、一緒の背の高さで作られたよというふうにお寺では伝わっているお不動様となります。あの頼朝公と同じ身長って伝わるものって意外とこの愛知県というか、そうなんですね、こっちの東海地域に多いんですよね。そう、もともとは名古屋生まれなんですね、うん、名古屋っ子だったということで、名古屋っ子なんだ。お寺の言い伝えではあるんですが、当時この平安時代の終わりですね、うん、不毛寺の住職をしていたのが頼朝公のおじにあたる介錯上人というお坊さんであったと。源氏と平氏の戦いが起きるときに、頼朝公がその源氏の勝利を願い、ご自身の等身大のこのお不動様を、まあ、作らせて源氏の勝利を願ったよっていうふうに言い伝えの中ではございます。あれはしっかりご縁がある可能性が高い。そうですね、はい、まあ、平安後期ということはまさに源頼朝が鎌倉幕府を開く直前の時代ぐらいのものと、ね、作だというようなことで伝わっております。鬼仏さんもね、はい、髪型を真似したっていうのが、そうです、これそんなそのゆかりはもう忘れてください。いや、でもこれはあの重要ですね、はい、重要じゃないですよ、はい、まさかこうですね。あと林住職ちょっとずるいなっていうのが、はいはい、あの下からこう光当てているんですよね、はいはいはい、だからこう筋肉を盛り上がって陰影がつくし、はい、後ろの影がめちゃくちゃいい感じなんですよ。はい、そう、はい、あのより大きく見えるかなということで、ずるい。そう、これございます。で、その両脇には、まあ、小さな仏様ですね。はい、鎌倉時代、清高童子、本柄童子。もう何なのこのお顔みたいな。そう、可愛らしいですね。可愛い、もうみんなこう寄り顔なんですね。うん。ね、こう寄り顔、寄り顔、パーツがね。そうなんですね。鼻の形が不動明様にみんな近いんで、親族関係なのかなみたいな。そうですね。子供みたいな感じですよね。本柄童子はどちらかというとまあ穏やかな表情。うん、で、清高童子はちょっとやんちゃな感じですね、うん、まあ、3体で見るときに、はい、やっぱり3人でワンセットっていうところをやっぱ意識して作られてるので、うんうんうん、腰の曲げ具合ちょっと清高と本柄見てもらうと、両方とも外にキュッとひねって、腰高な感じが真ん中のお不動様に似てますよね、はい、似てますね、はい、制作年代は多少違えど、はい、ちゃんとこの3体でバランスが取れるようにそうしてあるっていうところ、素晴らしい。
えっとね、怒り型で、左足を半歩前、半歩前に、で右の腰をキュッと上げて、上げて、はい、で右手に宝剣、宝剣、で左手に剣柵、剣柵で、はい、ちょっとこんな感じかな、ね、はい、持ってますね、はい、でちょっと眉間にシワを寄せる感じで、はい、ウィンクできれば、はい、はい、ではジラフモンジさんの唯一無二の邪気をご紹介させていただきます、はい、こちらが平安時代の邪気のお像ということで、はい、いつも踏まれている邪気のお像を抱っこしていただくという不文字でならではの抱き邪気の体験でございます。いただきました、こちら抱き邪気でございます。もうなんか渡してくださった自然な流れでもうこうやって抱けちゃうっていう、はい、もともとこの邪気というのは、まあ、四天王像に踏まれている存在でした、はい、2016年に、三浦淳さんと伊藤聖子さんお寺でトークショーをしていただいた時にお二人邪気が非常に大好きということで、はい、まあ、この収蔵庫来ていただいた時に実はこんな平安時代の古い邪気もあるんですよなんていうことで、でその時にいつも踏まれている邪気これなんか抱っこしたら赤ちゃんと一緒ぐらいで可愛くないっていう話で抱っこしてもらって、まあ、あの邪気を抱く抱き邪気とか面白いよねなんていう話をしていただいたんです、はい、で仏師さんにちょっと修復をしていただいて、まあ、皆さんに触っていただけるっていう状態になりました、うん、まあ妙の木さんも実際平安時代の仏様というかお像に触れるっていうことはまずない、はい、まずないです。まずない上にこのように抱きしめる、そうそうですね、胸に抱く、はい、まあできないです、はい、もうめちゃくちゃ興奮してます。小風のお寺ではできないこの体験ということで、はい、もう数多くの方に抱っこしてもらいまして、はい、いつも踏まれている邪気さんもなんか抱っこしてもらうと寄り添って可愛らしいお顔になるというところも皆様に楽しんでいただいていいかなというふうにも思います。子供を抱いたりとかもしくは愛するペットを抱きしめる、はい、その気持ちと全く変わりなく可愛らしい、ね、本当にこの慈しみが湧いてきますね。そう、これが慈悲というやつなんですか、かもしれないですね。もう仏様を抱っこしてそれを感じるっていうのはね、はい、まさに素晴らしいですね。素晴らしいですね、抱き邪気やから偉大ですね。そうだからまさかあれですよね、作った人もこういう形で注目されるとは思わなかったでしょうね。でジャキさん本人もこんなに抱っこされるとは思わなかったでしょうね、はい、ね、人生は何があるか分かんないですね。ジャキ生にもジャキ生にもいろんな何が起きるか分かんないですね。分かんないですね。抱き心地っていうのがちょうどいい大きさ、ね、ちょうどいいよ。あとここのお尻のね丸みが、そうここにめっちゃ手がぴったりくる。あとは本当に寄り添っている顔が可愛らしい、また皆さんに触れていただけるような感じでしております、はい、くもんじさんの、まあ、唯一無二の、まあ、そうですね、近年ホットな感じですかね、はい、一番流行ってますね。そうですね、まあ、ちょっと普段はできないんですけども、はい、あのプライベートツアーということで、はい、あのこちらで日にちを指定させていただいて、プライベートツアーことの収蔵庫と、うん、あとは本堂と、まあ、90分お時間いただいて私があの仏像解説しながら、この不文字をご案内させていただくときにはこの抱き邪気もあのしていただいておりますので、またあの開催日等はお寺の SNS だったり、あとは地元のホテルさんとコラボして、コラボのあの宿泊プランなんかも作ってますので、遠方からでもまたよかったらご参加いただければと思います。はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあということで、たっぷりと不文字さんのことをご紹介していただきありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして動画でご紹介した通り、日本時計と不文字さんコラボで御朱印を授与させていただいてます、はい、皆さんそちらの方は郵送対応もありますので、まあ、詳しくは不文字さんのホームページの方から概要欄からチェックしてください。そしてお参りの際はこちら抱き邪気体験のあるプライベートツアーだったり、はい、ホテルとタッグを組んだ、はい、旅行プランだったり、また特別公開があるかもしれない、はい、そうですね、まあ、コロナの状況にもよりますけどね、はいはい、できればと思ってます、うん、ということで結構 SNS を活発に発信されておりますので、はい、そうですね、インスタグラム、ツイッター情報を見ていただきますと、はい、お寺の行事だったり御朱印のことも出しておりますので、そちらチェックいただければと思います、はい、ということでたっぷりとありがとうございます。こちらこそ、はい、今日はこの邪気を私の家で持って帰れるということですね。大切にお願いいたします。止めてくださいまたあの、はい、返しに来てください返しということで、楽しい楽しいこのお寺の旅でございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではご視聴の皆さんもありがとうございました。ナムー。